ええ、合ってます。あの、ラーキン先生、すいません。ごめんなさい。いえ、約束しようと思ってきたんです。来年の相談で。はい。フィリップ、私、ウィーボです。人間の姿の。教授がこれを見る頃、私はこの世にいません。私が死んでも、あまり落ち込まないでね。フィリップ、実は私の設計図がこのファイルに入っています。教授にずっと隠していたけど、いくつか変更を加えたのよ。私の欠点を取り除いて教授を出しました。私の娘を可愛がってくださいね。私があなたを愛したように。出番が来て台本の3つ目のセリフに入ったとこで突然頭が真っ白。次のセリフが演出家がもう一回やれって。でもう一回やったんだけど採用されたの。出番が来て台本の3つ目のセリフに入ったとこで突如頭が真っ白。次のセリフが前塚がもう一回やれって。もう一回やったんだけど頭がパニックよ。これがびっくり。採用されたの。次の日ジェームズに電話して詳細を報告したの。それも契約のうちだからお金もらってるし。ジェームズに聞いたわよ。なんでそんなこと知りたいの。そしたらジェームズアランの顔を覗き込んで全部知ってるぞって、そういう目で見てやりたいんだって。本当のこと言って私アラン好きよ。アランってロマンチックなのよ。ボブの家で会うような人たちとは違う。ジャックやウォーレンとも違うの。帰るときキスしてくれた。ありがとう。可愛い人って。これがくだらない最後通告への返事よ。奴らが何をしたか分かる。ちゃんと見てる。顔背けないでよ。腰抜け。もっと近づいて見てよ。奴らにどんな目に遭わされたか。首にロープが巻いてあるから絞め殺したっていいのよ。それとも前にやったみたいに真相を隠し通す。実際にあった、本当にあったことだって言ってほしいのよ。あなたを傷つけて私を滅ぼさない者が私をさらに強くする。私は構わない。いつでも助けてくれなかった。まあまあお願い、行かないで。お願い。そっちのいいかしら。ありがとう。仕事なの。スポーツ選手の代理人よ。本当に？テンプル大のフットボール選手に会いに行くの。コーナーバックよ。身長が185センチ、体重95キロ、40ヤードを4秒3で走るの。大物になるわ。フットボール好き？ケリーよ。はじめまして。結婚してるから。そうね。やっぱり別の席にする。話題の人の時間です。今日はミスイリノイに選ばれたモナ・ヒバードさんをお招きしています。ようこそモナ、改めておめでとう。大会ではとてもリラックスなさってたわ。素晴らしかったわ。でもね、今ミスコンテストは女性が男性の目で商品化されて不愉快だと思っている人がいるのはご存知？それについては。じゃあ女性の誇りは傷つけられない。でも幸い水着姿にハイヒールで審査されることはないわ。モナ、あなたって本当に綺麗。目の当たりにして本当ため息が出る。本格的な現場検証には24時間から36時間かかると。被害者はマリア・ロペス。4ヶ月前に刑期を終えたばかりです。ええ、アーサー・バンクス。訓練生時代に習いました。 VIP 専門の殺し屋。でもここしばらく名前を聞きませんね。なぜバンクスだと。パズルのピースが一つ欠けているように思えますが、死体が足りません。分析通りならロペスを相棒にしたのは誰かを殺すためでしょう。なぜバンクスに詳しいんですか。それで現場に復帰したのはいつなんですか。鑑識班ですが、すでに到着していてトイレを捜査中です。店員の話によるとバンクスが一旦去った後また戻ってきたことには全く気がつかなかったそうです。あら、驚いた。何も聞きたくない。あなたの言ってたことって全部嘘じゃない。じゃあこの半年どこにいたの。嘘よ、いい加減にして出てって。二度と会いたくない。ロレッタ、宿題片付けなさい。後で話せばいいわ。宿題しなさい。何もなかったみたいに戻れると思わないでよ。あなたの仕事も知らないのよ。見られないわよ。鍵が4つもあっちゃう。私に危険が。一体何の話なの。ロレッタ、今日学校が終わったらママが迎えに行くからね。何でもないのよ。気をつけてね。行ってらっしゃい。花粉が服につくとね、洗っても落ちないから裸が楽。でもケイトに止められたわ。未来の畑よ。遺伝子操作したコーンを水栽培してるの。
1.3 ヘクタール。小麦畑はもう少し広いわ。仕事しないと。邪魔だったかしら。大事な話じゃなかったの？ご一緒しましょうか。別にずっと同じパターンの繰り返し。これで何がしたいの？言語が違っても？迷路ゲームみたい。知らない？コンピューターゲームよ。数学のパズルを解いていくゲームなんだけど、パズルが解けると次の世界へ通じるドアを開ける鍵がもらえるの。